皆さんこんばんは。今回はですね、まあ今自分がやってる、まあ、アプリゲームなんですけども、まあ、エイジオブ Z というゲームなんですけれども、こちらのですね、お得な資源の買い付け、まあ、主に美課金さんや無課金さん向けに、まあ、この買い付けだったらお得なんじゃないかなというのを、まあ、情報としてですね、配信していきたいなと思っております。まずですね、だいたい資源の買い付けと言いますと、まあ、ここらの週末この資源大特価っていう、まあ、こちらで買われてる方が、まあ、重課金の方なんか買ってるかもしれないですけど、美課金の方はちょっとここで買われてるかわからないですけども、まあ、基本、まあ、レアアースとか例えば買い付けるってなれば半額なんですね。まあ、30回限定とかですね。で、鉄に関しては、まあ、100系で、800ゴールド。で、石油と、あと、食料かな。食料は500系で、700ゴールドという形で、まあ、こういったところで買い付けてる方がいるんじゃないかなと思うんですけれども、今回注目するのはですね、こちら。資源特売セルですね。まあ、こちらの方のが、まあ、時間はかかるんですけれども、総合的には、お得なんじゃないかなというところで、まあ、ちょっとそちらの方ですね、検証の方をしていきたいなと思っております。で、まずその中で使う図なんですけども、先ほどの、まあ、ここにあるんですけども、まあ、メモ帳に書いたものなんですけども、こちら、さっきので見ていると500系あたり、まあ、食料石油500系あたり、まあ、700ゴールドということで、まあ、単価にするとおよそ1ゴールドあたり714個買えるんですね。で、鉄が先ほど800ゴールドで100系。まあ、割れば1ゴールドあたり125個の単価と。じゃあ、レアアースはというと800ゴールドで50系なんですね。まあ、5万なんですけども。まあ、1ゴールドあたり 62.5 というところで、じゃあ今回、まあ、毎日この資源特売セールですね。買い付けることができるわけですけれども、まあ、一応自分の今走行レベルが24なので、まあ、必ずしも全員にこれ当てはまるわけではないとは思うんですけども、とりあえずこれ無料分、まあ、レアアース買い付けるとします。まあ、今レアアース結構ね、貴重なんで自分的には。鉄も足んないんですけどね。はい。ここまでやると、続いてですね、2ゴールドで、1356個。まあ、ちょっとこことは違うんですけども、2ゴールドで1356個ってことは、単価にすると、まあ、700いくか、678かな。になると思うんですよ。この時点で、先ほどこっち 62.5 なんですよね、1ゴールドあたりね。で、続いて1361と、まあ、ちょっとここの単価に近いんですけども、これ4ゴールドでじゃあまた買い付けますと、これ、まだまだ単価このぐらいの単価になってると思うんですよね。で、1366の場合は、っていうと6で割ると、まあ、200は確実にありますよね。220ちょっとぐらいかな。まあ、それでもまだまだ余裕があると。まあ、この 62.5 個よりも、まあ、お得に買い付けることができますよと。で、これをですね、だんだんこう繰り返していったときですね。まあ、16ゴールドぐらいになると、1388ということで、まあ、こっちの場合、まあ、自分が前のデータで取ったときは1384個と。1ゴールドあたり割るとですね、86.5 個なんですよ。まだここまでお得という感じでなってまして、じゃあ実際にここまでかかるゴールドとレアアースの合計いくらだったのよと。まあ、ちょっとこっちの自分が以前買った方でちょっと計算していくんですけども、2から10ゴールドまで買い付けた場合、72ゴールドなんですね。これで1844個買い付けられました。1ゴールドあたりは、まあ、これを72で割るとおよそ150個と。じゃあこれをですね、仮に、まあ、毎日72ゴールド分買って、それを11日分、792ゴールド、プラス2ゴールド分の、まあ、ここでいう1253個と4ゴールド分の1357個ですね。こちらの方を買い付けて、まあ、約週末資源価格である800ゴールド分、こちら買い付けると798ゴールドでおよそ、12万1894個と。ということで、差額的に見てみると、
71,894 個お得と、まあ、過去日数かかりますがというところで、まあ、おおよそ倍以上お得に買い付けられてるんですね。まあ、もちろん重課金の方は急いで都市レベルアップグレードするっていうために、まあ、一気に課金するかと思うんですけれども、まあ、こちらですね、微課金や無課金の方には非常にお得な買い付け方法になるんじゃないかなと思います。毎日72ゴールドですね。まあ、当然これ今鉄とかも見ていただくと分かるんですけども、2ゴールドで1680なんで、当然これも1ゴールドあたり1340個になるんで、自分は基本的にですね、まあこの単価より上のラインまではちょっと毎日買い付けております。で、じゃあ無課金の方はずっとゴールド買ってたら当然なくなっていっちゃうと思うんですよ。課金してないわけなんでね。ただ無課金の方でも、まあ同盟に所属してればですね、こちら、ゾンビパニックというものがあるんですけれども、まあこちらですね、何かと言いますと、ゾンビパニックですね。まあこちらの方でモンスターに与えたダメージ量に応じて、報酬を獲得できるということで、まあこちら実際にじゃあ、下の方まで行くと、まあ最低が1から3999ってなかなかないと思うんですよ。少なくとも100ゴールドっていうのは稼げると思うんですね。そうすると、じゃあゾンビパニックで週に100ゴールド稼げるなら、2ゴールド、4ゴールド、5ゴールド分の計12ゴールドを、じゃあ毎日買い付けたとしましょう。まあここの上の表でいうところのここまでですね。まあ今レアアースで言ってますけれども、まあ十分単価としては、62.5 よりも全然利益率が出ておりますけれども、じゃあこれを7日間やれば84ゴールドと、つまり毎週ゾンビパニックをちゃんとやってる同盟であれ、あれば、まあ、このぐらいはね、赤字にならず、買い付けていけるんじゃないかなと。で、それでなおかつ、どんどん自分の方の戦力ですね、強化というのもされていくので、当然上の方の順位に行けば、ゴールドの数も120増えてったり、150に増えてったりっていうのもありますし、ある程度強くなってくると、この、まあ、同盟のランキングってものでも当然ゴールドが手に入ったり、まあ、上位同盟に属してればですね。あるいは指揮官ランキングですね。まあ、これもある程度強くなってくると、まあ、無課金の方はちょっと厳しいかもしれないですけども、まあ、少なくとも個人ランキングに関しては、100ゴールドからは大体手に入れられると思うので、まあ、そうすれば無課金の方でも全然強くなっていける非常に優しい資源の買い付けかなと思いますという感じで書いております。ちなみに自分の方でのレアアース、週末価格での単価 62.5 個ですね。こちら近くまで買い付けると一応22ゴールドで1397というデータがあります。だいたい買えるかな、今20ゴールドでこの価格なんですけど、22ゴールドでこっちの場合今1402ってなってますけれども、まあ、これがだいたい1397の時に 63.5 だったんで、まあ、ここがギリギリ買い付けるか買い付けないか、週末資源価格を超えない限界ということで、自分の場合はもう毎日ですね、まあ多少課金してる人間ですので、毎日このような形で、食料と石油ですね、買い付けております。まあ、当然ここ使うのもったいないということであれば、鉄とレアアースがやっぱり上位になってくると、集めるの大変ですので、優先的にやってもいいかなと思うんですけども、ただね、ここの食料なんかも今 13,400 で1ゴールドあたり6,800 か、6,700なんですよ。こっち1ゴールドあたり7,714個なんですね。全然お得な価格帯かなと思いますので、ぜひですね、微課金の方、まあ、無課金の方はあんまり無理せず、こうやってね、どれか1個に絞ったりした方がいいかなと思うんですけども、まあ、ある程度、微課金の方で課金できるって方は、下手にね、週末資源価格、こちらですね、こちらの方で、買い付けるよりも、まあ、時間はかかるんですけれども、まあ、だいぶお得に買い付けられるかなと思いますので、ぜひとも試していただけたらなと思います。そんな感じでですね、今回、資源の、まあ、お得な買い付けというところの
お知らせでした。今後ですね、まあ、こういったもし発見とかがありましたらまた動画に上げさせてもらうんですけれども、まあ、一応自分のメインとしては別のゲーム実況となってますので、まあ、もし今後これ以上何か上がるってことであれば、まあ、また見ていただければなと思うんですけれども、自分のですね他の動画なんかも見ていただけると嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。さよなら。